はい、おはようございます。今日はアナゴの生きたの入ったのでアナゴを開いてみたいと思います。はい、アナゴは切りで一応刺して、このまな板に穴開いたところに差し込みます。で、入れます。まず頭のところに包丁を入れて、切っ先を大骨の向こう、背びれの付け根の方まで引っ張って、これを押さえて引っ張ります。で、ここのところへ包丁をと入れて、とこのままやらないと骨に身がいっぱいついて取れるのでやります。次に内臓を抜きます。はい、強く入れて、立てて、中のところに引っ張って、ここに包丁。このようにちょっとろうのような色になるとりあえず油があります。こっちもこの茶色なんで油があります。こういうふうに取れると茶色が綺麗になりますね。今日はアナゴを引くときに、このようにロウソクの切りですね、ここに指サックをしないですが、親指と人差し指に指サックをしてやると包丁が当たったときに切れないので、初めてする人は指サックをしてやられるといいと思います。
ー。